2024年は例年より早めに杉花粉の飛散が始まりました。風に揺れている杉の木見ているだけでなんだかムズムズしてくる気がしますね。すでに多くの地域で本格的な花粉シーズンに入っています。花粉症の方きっともう辛いと思います。今回は花粉症の予防に効果がある空気清浄機の正しい置き場所についてお伝えします。室内の花粉を除去するために空気清浄機はどこに設置するのが効果的なのか、つまり床に近いところ、特に玄関や部屋の出入り口近くに置くのが効果的です。その理由は花粉は人の出入りするところから部屋に充満し、低いところに溜まりやすいという性質があるためです。この時期エアコンをつけている場合は室内機の向かい側に置いてください。エアコンの運転によって発生する気流との相乗効果で部屋の中の空気の流れが良くなり、より効率的な空気清浄が期待できます。さらに室内の温度ムラも抑えられるので、エアコンの節電にも役立つんです。そして空気清浄機の吸い込み口や吹き出し口に家具や植物などの障害物を置かないということも大切です。吸い込みと吹き出しを妨げないようにすることで空気の流れが生じやすくなり、部屋の中の空気が効率よくきれいになります。ではこの先1週間の花粉飛散予想を確認していきましょう。週明けにかけて全国的に気温が高めとなる予想です。19日月曜日ですが、広くこちら青色やや多い予想です。中でも福岡は多く、東京では赤色の非常に多いという予想になっています。スギ花粉の飛散量が多くなりそうです。東北北部や北陸などでも飛散シーズンに入る可能性があります。風が強い日や雨上がりのタイミングではより花粉が飛びやすくなるため注意が必要です。特に東京、お伝えしましたように非常に東京は花粉の飛散予想が非常に多いというランクになる日があります。今のうちに花粉対策をしてください。最新の花粉に関する情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。